皆さんこんにちは、ドラマやる子だゆみです。今日は12月の28日ですね。はい、まあ1年間を振り返ろうかなと思って、仕事もね結構片付いたんで、まあ片付いてねえんだけど片付いてきたんで、1年間振り返る動画を撮ろうかなと思って動画を回しました。はい、2023年ですね、1月から12ヶ月間、いろいろやってきましたが、まあとりあえず数字的なところから、ご紹介したいなと思いますが、1年間で洗い張りをどれぐらいご依頼いただいたかと言いますと、じゃん、1507枚でした今月の洗い張りがね、50弱ぐらいで、1年間トータルでですね、1500を超えると。僕が来た時ですね、16年前は700ちょっとだったんでですね、もう倍を超えたと。まさか洗い張りが1000を超える日が来るとは思っていなかったんですが、まあ、あれよあれよと1500まで来ましたね。去年が1200ちょっとだったんで、1280とかかな、15% から 20% の間ぐらい伸びたかなというところでした。はい、まあ仕事はね非常に多かったんですが、まあ、うちの従業員がねすごかったね。本当に仕事が早い、上手だし、僕はほとんど職人作業やらなくなりましたけど、お客さんと接客とね、まあ、ちょっと取りまとめばっかりやるんで、そんな現なんていうかな、新縛りとかさ、まあ、そういうのもうやってないんですけど、まあ僕がやるよりうまいんでねということで、まあ、洗い張り1500ですね。はい、ご依頼いただいた方ありがとうございました。多分1店舗が洗い張り集めてる量としては日本一なんじゃないでしょうか違うかな、まあ、1店舗としては日本一でありたいね。うん、で、丸洗い染み抜きがどうだったかっていうと、1880枚でした。正確に言うと1885とかかな。はい、1900にちょっと届かず、ね、2000目指すぜって言って今年やったんですけどね。まあでも、去年と比べてどれぐらいかな、200以上伸びたと思うんで、まあ、こちらもね、10から 20% の間ぐらい、伸びましたね。だからまあお客様の絶対数が多分 15% とか伸びた。まあ、新規のお客さんも含めてね、それだけの増えたっていうことなんですよね。まあ、それが洗い張りにも、丸洗い染み抜きにも数字として現れていると。いうところかなと思っております。はい、で、ふるさと納税の、集まった金額、813万円でしたいや一応まだ今年終わってないんで変わる可能性ありますが、まあ一応ね、年内の動画多分これが最後になると思うんで、一応今年の締めとしてですね、洗い張りが1500、まあ、わらわら締め抜き約1900ね。で、ふるさと納税約800万円という数字が、まあ、今年の成績でしたね。はい。仕立ての枚数はね、1250から1300の間ぐらいですかね。12月がちょっとまだ集計してないんで、まださ、仕立て屋さんから仕上がったのが届くんでね。じゃまだ集計できないんだけど、まあ大体着地が1300いかないぐらいの数を仕立てたかなというところです。はい。ということで、まあね、すごい一年だったなぁと思ってますね。はい。まあ前半がすごかったね。夏までぐらいが本当に、お手入れも物の物販もすごくて、後半がね、まあちょっと前半に比べると勢いが落ちたかなっていう感じはあったんですけど、総じて売り上げも僕が、まあ、働いて今16年目とかですか、まあまあね、ありがたいことに利益はずっと右肩で上がってるんですけど、まあ利益っていうか、まあ、厳密に言うと今会社にしたからちょっとあれなんだけど、まあ売上っていう意味ではまあ結構ずっと伸びていて、まあ、コロナでねちょっと下がって停滞したりしましたけどね、まあ大枠ではちょっと伸びていってるというところでね、うん、いや非常にありがたいところでしたね。はい、で、まあね、
まあ、妻子さんも今年の初めが29人とかだったのが今41人とかいて、まあ、まだ募集とか応募があったりするんで、まあ、いろんな意味でちょっとね仕事も多くて、こなさなきゃいけない量もすごかったなというところですか。うん、どんな1年だったかな。まあ、子供は天心くんが1歳になってですね、五一と琥珀が七五三参りして子供はすくすく育つし、僕はなんか後で振り返ったら今年翻訳だったみたいで途中で気づいたんですけど、前役だと思ったら今年翻訳かと、数えだからそうか41翻訳なのかと思って、まああとね、まあ気や、なんていうの、エンタメ程度に読んでいる、なんか天中札占いみたいなやつでも入り口に立っててですね運気最悪だったんだけど、まあどうかな、体はね、調子の波はまあまああったけど良くなっていった感じでしたね。前半から後半にかけて今年のね、まあ体調は良くなって、なんか自分が40過ぎてこうね、なんだろう、20代30代の時のようにはいかなくなっていることに慣れてきたというか、こういうことすると体うまく回るんだなみたいなことが分かってきた1年だったなと思っておりますね。はい、まあなんだろう、 YouTube ライブでよく喋ってますけど、チョコラ BB をめっちゃ飲むといいなとかグルタミン飲むと風邪ひかねえなとか、まあ、そういう細かいそのライフハックみたいなやつをいろいろ積み上げて、まあ、僕はここに3ヶ月風邪ひいてないぞと、はい、口内炎もほぼできてないぞという感じで、まあ、非常にどうですかね、まあいろんな意味で、結構変化のある1年だった気がするかな。皆さんどんな1年だったでしょうか。はい、だるま屋さんは、非常に良い1年だったかなと思っております。忙しさにももう慣れました来年はどうだろうな。まあなんか1月の1日にまたちょっと動画でね新年の抱負とか喋りたいなと思うんですけど、来年もねやりたいこと結構あって、まだまだ、なんだろうね、のんびりしてらんないなと思っております。まだまだなんか着物業界の中でも解決しなきゃいけない課題がいっぱいあるなと、まあ、いくつか思ってる中で、そのね、まあ、この1年は本当和妻子さんとか仕立てについて非常に研究したり、なんか改善のための糸口を探したりっていう感じだったんですけど、割とねちょっとね自分の中で整理できたんで、来年ねからちょっとこうビジョンを話したいなと思っております。まあしかし何ですかね、本当疲れたね本当に忙しかったいや本当ね、本当なんかね、いや嬉しいことなんですよ。まあなんかね、あとね、まあ僕はこうやって動画でコミュニケーションを取ってるからかわかんないんですけど、その洗い張りして仕立て直して収めるじゃないですか。ですっごい喜びの LINE がもう1年間でもうめちゃめちゃいっぱいくれて、皆さん、あの普通さ、なんだろう、あの飲食店とか行ってもなんか終わっ、出てく時とかにさ、なんかお店の人になんかその感想を言うかって言うと必ずしも言わないじゃないですか。だから別に着物の仕立てなしで収めても連絡する方がレアだと思うんですけど、なんかねすごいたくさんの人からですね、なんか頼んでよかったみたいな、もう洗い張りってすごいですねとか、もう染め直しでさ、なんかもう感激しましたとかめっちゃ言われて、いやなんか、いやがなんかねお役に立てて光栄だなと思ってますね。はい、まあ、まだまだそういう意味では洗い張りも染め直しも仕立ても全て、まあ、親の代よりもより良くしようとずっとしてるんで実質良くなってるはずなんだけど、とはいえそんなにね昔から別に僕は大きく変えてるわけではないんで、ブラッシュアップしてる程度なんでね。だからある意味もともとうちのこうねずっと、まあ、親父の代とかその前からやってきた仕事をで、まあ、なんていうのかな、こなしてた、まあ、基準っていうかが割とこう、悪くなかったっていう評価なんでしょうねきっとね。で、まあ、それが僕は当たり前だとずっと思ってたからこの最近まで、だからなんでそんなにすごいいろいろ
なんか珍しがられるんだろうと思っていたけど、意外とね、なんか、バズった動画でも言いましたが、なんかめちゃくちゃな見積もり金額だったりとか、他のお店がね、洗い張りのクオリティもマジこんな低い仕事してんのかって思ったこともあったし、とかがあったから、まあ、いろいろと、そうですね、当たり前のことを当たり前にやってちょっとずつ改善してっていうことが、まあ、少しずつ実を結んでるのかなという感じでした。はい、また来年もよろしくお願いします。今年はね、まあ、非常に動画も YouTube の動画もコンスタントにアップできたなと思っていて、まあ、月曜日と金曜日に動画アップして水曜日の夜 YouTube ライブやるっていう目標だったんですけど、まあ、達成率 90% ぐらいいったんじゃないかなと。割と、漏らす、まあ、時々休ませてもらいましたけど、まあ、結構ちゃんと更新できてきたかなと思うんで、また来年もね、YouTube は、継続、むしろ、なるべく、もういろんな人に見てもらえるように、テーマもね、見せ方もね、まあ、いろいろと研究していきたいなと思っております。まあ、洗い張りとか仕立ても、日々、今でもね、洗い張りの仕方をもっとよりよくできるはずなんだよなと思う点もあるんで、まだ、いただきに行ったと思ってないんでね。はい。また来年も、より、うちの仕事が良くなるように、頭をひねって汗かいていこうかなというところです。はい。ぐだぐだ喋っちゃった。皆さん、また来年も、お仕事くださいね。まあ、LINE もね、もう本当 LINE もたくさんご相談とか感想いただいて、嬉しかったです。YouTube ライブでコミュニケーション取れた方もたくさんいたんでね。で、一応ね、年末12月31日に YouTube ライブできたらいいなと思ってます。はい。まだ、まあ、ほぼ決定。子供寝かして僕が寝落ちしなければやります。で、年越しでライブできたらなと思ってるんで、まあ、ちょっと LINE、興味ある方は LINE 登録しておいてください。で、ちょっと面白い企画ができたらなと思っているんで、また年末ね、年を越すまで、今年ですから、はい、皆さん、最後まで、体調崩さぬよう、今崩してる人は早く治して、来年を迎えましょう。長々とすいません。ありがとうございました。今年もありがとうございました。31日の夜に会いましょう。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では、着物の丸洗い染み抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。